こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。お久しぶりでございます。ちょっとコロナかかっちゃいましてね、ちょっと2週間ほどぶっ倒れていたわけなんですけども、ちょっとね、もう体調も戻りまして、2週間はね、あんま外出するの良くないかなと思いましてね、で2週間経ったんで、久々に映画館行ってきましたと。で今回ね、クレヨンしんちゃんの最新作ですね、見てまいりました。新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司でございます。はい。でこれのね、ネタバレなしレビューやっていきたいなと思います。まずクレヨンしんちゃんに対する僕が持ってるイメージと、あと今回監督がね、大根さんなんで、大根さんに対する思いとかもちょっと話しまして、でその後にどうだったかっていうのをネタバレなしで話していこうと思います。皆さんのね、感想もね、コメントの方でお待ちしてます。でまあ見てないよって人はね、好きなクレシン映画、をなんかコメントで残してもらえたらいいかなと思います。それじゃあやっていきましょう。まあ今回ね、クレヨンしんちゃん初の 3DCG 映画だというところでね、もうすでにそこで話題だったんですけども、もう31本目らしいですね、今作が。意外と舐めれないというか、普通に名作が何本かあるシリーズですよね。はい。やっぱ大人帝国とかね、もう見たことある人多いと思うし、あとは戦国大決戦ですね。この辺は、この2本はね、やっぱり見てる人多いんじゃないかなというところですね。だし、普通に、名作だと思いますね。やっぱアニメ映画としても名作だと思うし、普通に邦画、邦画の中でもかなり屈指の作品なんじゃないかなと思ってます。はい。僕やっぱ大人帝国が好きかなという感じですね。ちょっとネタバレって感じじゃないけど、ヒロシのね、お父さんの、モンタージュの回想シーン、ダイジェストでね、見せる回想シーンがあるんですけど、あそこやっぱ、もうとんでもなくいいですよね。セリフなしでね、なんか人生がめちゃめちゃ見えて泣けてくる、とんでもないシーンがあったりと、あとは、まあ、しんちゃんがね、あれ、なんだっけ、東京タワーだっけ？東京タワーだったかな？なんだっけ？あれをね、タワーの階段をね、めちゃめちゃ登ってくシーンとかね、あそこ劇画調みたいになっててね、そこもすごい印象的だったりしますよね。あとは、大人帝国の悪役ね、悪役もなんかすごいね、悪役前としてないというか、子供向けアニメ映画の悪役じゃないんすよね、完全に。落ち着き方がもうその辺の悪役じゃないし、かなり今時な悪役だったなというね、ところです。それをね、かなり先取りしてやってたなという印象ですね。で、戦国大合戦がその後に作られたのか。まあその2本ともね、原敬一っていうね、監督がやってまして、大人帝国がかなりヒットしたんで、それをね、それを得て、かなり自由にやったんじゃないかなという感じで、もうこっちは本当に完全に時代劇というか、はい。めちゃめちゃしっかり時代劇やりつつ、その中にこのしんちゃん一家が入っていくというね、なんだろう、戦国自衛隊みたいな設定で、でなおかつ笑えて、でしかもちゃんとシリアスだし、家族で楽しめるし、最後に泣くというね、素晴らしい大傑作2本がありますというところです。で最近で言うとね、ロボ父ちゃんですね。ロボ父ちゃんがね、とんでもない、これまた素晴らしい作品でしたね。ロボ父ちゃんに関してはもう、クリストファー・ノーランみたいなね、アイデンティティとはっていうね、クローンのアイデンティティって何なんだろうっていうのを通して、こう人間のアイデンティティって何みたいな話になってて、これはね、とんでもないところにね、足突っ込んでるなという感じだし、一番ラストね、めちゃめちゃ熱い執着の仕方をするなという印象で、この3本はね、僕やっぱ好きだなというところですね。うん。ていうかまあ、好きな人多いんじゃないかなと思います。っていうところで、やっぱしんのすけ、クレヨンしんちゃん映画、侮れないなというところ。まあ、っていうのはありながらも、最近全然見れてなかったんで、なんで最近見れてなかったのに今作を見ようと思ったかっていうところなんですけど、監督がね、大根仁さんというところで、やっぱ僕大根さんの作品ね、かなり好きなんですよ。大根さんといえば、モテキですね、やっぱり。僕としては、はい、モテキを見たことによって今ここにいるみたいなところも、やっぱりあるんで、僕の人生の中でモテキっていうのはね、やっぱ譲れないっていうか、異様に偏愛してるところがあるんですけど、で、バクマンもありますと。はい。バクマンもかなり面白い。僕は好きなんですよ。漫画を描いてるシーンをどう映画的に見せるかっていうのを考えて、プロジェクションマッピングで見せるっていう
やり方があって、そこがねやっぱ面白いなと。まあ毎回ね、大根さんの作品、どの作品もまあトリッキーというか、かなりキャッチーで面白い見せ方をする印象的なシーンがね毎回あるなっていう感じですね。まあモテキで言うとね、やっぱダンスシーンですよ。はい、500日のサマーから影響を受けたって言ってまして、さっき言いましたけど、バクマンで言うとね、プロジェクションマッピングのシーンがあったり、あとなんといってもエンドロールですね、バクマンに関しては。もう見た人かなりぶったまげたというね、とんでもないねエンドロールのシーンがあるんですけど、それももうそれ見るだけでもねかなり価値あるなという感じですね。このチャンネルというか僕的に言うとね、やっぱゆらゆら帝国の、ライブ映像ですね、日比谷野音でやった映像ね、昔大根さん監督してるんですけど、これが凄ましいんですよね。僕はあのライブ映像をねよく、ディレクターやってる人間なんで、専門の人間からしてもやっぱすごいなという作品ですね。なんだろう、普通のライブ映像の最初ファーストカットね、で全体のね会場の引き絵から始めるのがオーソドックスというか、まあそれがセオリーだと思うんですけど、この作品はですね森から始まります。日比谷公園の木々からこうパンしてクレーンが引いてって始まるファーストカットですよ。これ凄まじいですね。はい、これマジぶったまげましたね、見た時。僕が会社入社して、先輩に初めて見せてもらったライブ映像で、その先輩も言ってたんですけど、俺はこの森から始めんのとか絶対無理だなーって言ってて、いや確かにこの発想はねなかなかないなという感じでぶったまげましたね。あと大根さん印で言うとね、選曲ですね。はい、選曲がいいっていうところ、いいというか程よい、サブカルなところをついてくるなっていうところですね。まあモテキもそうだし、まあ電気グループのねドキュメント映画もやってますんで、そういうところもあって、やっぱね、音楽へのこだわりやっぱ強い人なんで、選曲が面白いなというところがありますね。っていうのもあって、あと大根さんね僕のね先輩なんですよね。かぶっては大はかぶってないんですけど、専門学校の卒業生で大根さんがいて、でそれでモテキね、ドラマ始まった時にね学校校舎の中にねモテキのポスターが貼ってあって、でそっから入ったんですよね僕。はい、うちの卒業生がなんか面白そうなドラマやってるぞって学校のね同級生とそういう話になって、で見てみたらサブカルのドラマやってるってなって、そっから僕は映像にのめり込んだみたいなところがあって、やっぱ大根さんっていうね、監督、僕の、映像体験の中でやっぱ欠かせない人でありますんで、今回ね、見に行こうと思った感じでございます。で今作どうだったかというところなんですけども、いや非常に面白い、いや良かったっすね、かなり僕としてはかなり良かったなと思いますね。クレシン映画としても良かったし、やっぱ大根さんの作品でもしっかりやったなというところでしたね。で今作ね、大根監督初のスーパーヒーローアクション映画です今作。はい、あこっちかっていうね、なるほどっていう感じがめちゃめちゃありましたね。クレヨンしんちゃんはまあそういうねアクション的な高等無形なアクションみたいな側面持ってるんで、そこをねより、増幅させて、で大根さんがやりたいような感じに持ってったなと思います。それをやる上で 3DCG っていうところですね今作、これもかなり活かされてたなと思いましたね。 3DCG らしいねこのレイヤーの見せ方ですね、奥行きを感じるっていうところ、奥行きを感じさせる絵作りっていうところですね、これが、しっかりやれてたなと思うというか、3DCGをどうやってうまく見せたらいいかなっていうところで、スーパーヒーロー超能力バトルっていうのを選んだのかなと思いましたね。まあ予告でもあったけど、手巻き寿司をこう浮かべてねこう巻いていくみたいなところとかも 3DCG ならではの、ちゃんと映像になってたなと思いますね。そこも活かされててかなり良かったなと思いますね。あとは今回のテーマっていうところもその絶妙というか、今回のね悪役ですね、ヒリア・ミツルっていうね悪役なんですけど、松坂桃李さんがね、声優やってます。もうこの別の読み方するとどうもう完全にヒリア獣っていうね、読めるっていうね、まあ名前も面白いんですけど、かなりハードですね。この人のバックボーンだったり、まあ、行動原理だったりするものがかなりリアル
て、完全に今の日本じゃんみたいなところを含んでるし、このキリア・ミツルが超能力にね目覚めていろいろやっていくんですけども、かなりねこれも起こってることもリアルで、結構踏み込んで重いところ行くなというところでしたね。もうほんとギリギリ子供向けというかしんちゃんの動きだったりね、どう見ても大人しか笑えないじゃんみたいな、すごい現実的なギャグみたいなねところもあったりして、そういうところでギリギリクレイシン映画になってるっていうところですね。はい、だから本当に程よいというか、大人と子供もうどっちもちゃんと楽しめる作品になってんじゃないかなと思いましたね。あとやっぱね、超能力バトルってところで、まあ、超能力系のね作品っていろいろあると思うんですけど、その辺好きな人もあこれあれじゃないってかなりなると思うんですよね。はい、っていうシーンがちょいちょいあったりして、子供向けでファミリー向けの作品ながらも、あれこれこの漫画のオマージュじゃないみたいなところがあって、それもやっぱ大根さんっぽいなと思ったりしてね、いいバランスだったなと思いますね。僕はね手巻き寿司でね泣きましたね、もはや。はい、手巻き寿司で泣く日が来るかっていうね、めちゃめちゃ思いましたね。いやー素晴らしかったです。うん、マジでおすすめの一本で、大根さん作品の中でもかなり僕指折りで好きな作品かな。もうモテキはもう偏愛の部類に入るんで、まあ一旦置いといて、モテキ置いとくとすると僕一番好きかもしれないな今作っていう感じですね。めちゃめちゃ良かったです。コロナ明け一発目に見た作品としてはねめちゃめちゃ良かったと思いますね。久々に映画館行ったんで、ちょっと肩慣らし的にちょっと軽めに見ようかなと思ってたんですけど、全然がっつり面白かったなというところでございました。良ければね高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。